A2C1 は中華人民共和国甘縮省の中部に位置する地球市。黄河の支流である伊賀が流れ、市内の水源の大部分となっている。降水がわずかな半不毛地帯で、日光が激しいが気候は涼しい。周囲の地形は、王土の丘がほとんどで、北は渓谷、南は高地である。歴史は古く、黄河上流文明の重要な発祥地である。新石器時代の馬や用文化。 聖火文化、寺久保文化、新治ム文化などがあった。イニシエより、シルクロードの要衝として、ヨーロッパとアジアを結ぶ経路にして、甘粛省の省トラン州市よりわずか9 8トルで、東の入り口として栄えた。2013年7月の甘粛地震での被害は、少なくとも94人が死亡、500人以上の人が負傷。一市かつく、6県を管轄する。 瓶県、先駆堤西地区林東先駆堤西指定西の土壌と気候は薬草やジャガイモの成長に極めて適し、漢方薬の材料が300種を超え豊富で、糖酸や瓶県の陶器は国内外に名を馳せる。地産のジャガイモは型が良く、質も優れ、餅が良く、澱粉の顔料が高い。日照がたり、昼夜の気温差が大きいため、地産の花は色が鮮やかで、 好奇も良い。各種キノコの栽培にも適している。安定区でのヤムイモ栽培量は中国一である。低西の山椒、クルミ、アンズタの果物は乾燥して輸出されており有名。また、鉱山資源には、クレナイ中石、大理石、花崗岩、金などが比較的多い。水エネルギー資源の蓄積量は87.84万キロワットに達する。 市内は、老海線と G309 国道、G312 国道、G212 国道、G316 国道が通過し、特にここ数年来老海線の複線化と、青蘭高速道路、蘭海高速道路の完成により、定西市は、蘭州の門戸として、地の利が際立ってきている。また2017年には市内を縦断する、蘭湯線も全通し、 重慶への鉄道リュートが確立した。県の危機用山、シャヒ山、伊原の蓮峰山、主要山などは国家級、小級の森林公園や通院温泉などの観光開発が期待される。ありがとうございます。